ようございます。スリコー TV です。今日買ってきたルアーはですね、こちら今勝のステルススイマーのですね、ちっちゃいやつ、ベビーステルススイマーということで、リアルカラー、これが並んでいたので買ってきてみました。2個入ってますね。でカラーはピンクシャイナーってことで、価格は1800円。まあまあ2個入りで結構餌持ちのいいワームなので、どうだろう、自分的にはそんなに高くないかなっていうふうに思いますけどね。1800円で2個入ってますっていうことで、であとすごいオフセット仕様でなくなりづらいルアーなんで、去年あのこれのオリジナルサイズはいくつか買って使ってみたんですけども、今のところなくなったやつはいないんじゃないかな。なんだかんだ、全部元気に、生きてますからね。ただあのちょっと口のところが破れたり、腹のあたりのこのマグネットが取れちゃったり、そういったことはあったんで、ただまあそこら辺をちょっと強化してしつつダウンサイジングしてっていうようないろいろ書いてありましたんで、期待できるんじゃないでしょうか。じゃあ早速開けていきたいと思います。重いサイズと重くないサイズで H って書いてます。ヘビーってことでしょうね。この2つが、入っております。重い方が8分の3オンスの重りがついていて、軽い方は、もうほぼ 1g ウェイトボール入りの、ライトジグヘッドが内蔵されているっていうことで、ほぼノーシンカーみたいな方と、あとは、10g のジグヘッドが仕込まれている、この2つがあるということですね。じゃあ早速ノーシンカーの方から開けていきますかね。よいしょ、はい、こんな感じ。ピンクシャイナーで、ステルススイマーといえばこれですね。バコンと針が飛び出るこの特殊なジグヘッドが内蔵されていて、でこれですよね、マグネットが腹のとこに仕込まれているんで、普段はこのマグネットに針がくっついているんで針先が露出しないで、リアルカラーっていうことで側面がこう銀色で輝くように塗られていたり、あとはチークみたいにこうほっぺたが赤くなっていたり、最初から目がちゃんとついてますね。テールはこんな感じの丸いこういうテールがついていて、こいつが結構ブリン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 すごい動くんですよね。でどうですかね、この付け根のところ結構薄い感じですね。で今一見して思ったのが、ここが結構すぐ破れちゃうイメージがあったんですけども、そこは幾分か強化されてるみたいなんで、で針がこれ以前の針に比べてツルツルのすごい凶悪な刺さりをしそうな針がついております。でこんな感じですね。はい、このじゃあちょっと重り抜いてみますかね。抜けるかな。どういうものが入っているのかっていうと、優しく抜いた、やると、はい、こんな感じのですね、樹脂製のやつにここに 1g の重りがあるんで、完全なノーシンカーではないよって、バランスを取るためにはこうなっているとは思うんですけども、でこっちが糸結ぶところで、こっちが状況によって腹に例えばトリプルフックとかつけることができるよっていう、こういったものが入ってるんですね。じゃあヘビーウェイトの方は何が入ってるのかっていうと、これの鉛みたいなタイプの方が入ってるんですね。はい、こっちがヘビーウェイト 10g ですね。でこれも優しく抜いてやると、はい、
こんな感じで、こっちは 10g の鉛製のが入っていて、でこっちが脳神経のやつですね。こういう内臓が入ってるんですね。で今もうほんとちょっと触ってるだけでよくわかるんですけど、針がかなり鋭い、すごい仕様になってますね。ツルツルのフッ素加工、多分これしてあると思うんですが、あと説明書き読んだら書いてあると思うんですけど、そういったのが入っていて、まあボディは両方とも一緒なんで、自分どちらかっていうとこの 10g のウェイトの方ってあんまり使いこなせてないんで、こっちの脳神経仕様のやつが壊れたら、こっちの抜いてあったヘビーウェイトのボディに入れて、ほとんど脳神経で、まあ抜い毛とかなんで、あのオーバーハングのところとかですね、脳神経みたいな感じで表層水面直下をテロテロ引くことが多いんで、こっちを使うことが多いんですけどね、まあそんな時に、このもう一個ある方と入れ替えたりすることもできます。じゃあちょっと元に戻しておきたいと思います。これね、入れる時ねミスると、あ、じゃあちょっと中のも見ときますか。こんな感じで、このここにですねネオジウム磁石があって、で頭の方にこう穴が開いてるような、こんな感じのボディになってるんですね。で裏側こんな感じ、これは磁石で、で、さっきの愛が出る穴と、まあ、口のところにも穴が開いているんで、ここにあんまり無理やりやるとワーム素材なんで破れちゃうんで、こう当たりをつけながらゆっくりと戻していってやるという、あ、でこの口のところに新しくコイルが入ってるんですね。これ何かブログの記事で読んだら、口がより壊れづらくするためにですね、あ、だからさっきちょっとなんか取り出しづらいなと思ったのは、あ、そっか、ここにより補強のコイルが新しく増えたから、金型作るのになんだって書いてありましたね、確か。というわけで非常に、オリジナルサイズよりも細かいところがブラッシュアップされております。じゃあこっちもちょっと戻しておきますね。もちろんこっちにもコイルはついております。だからこのコイルを優しく通るように、通るように刺していかないと壊れちゃうわけだ。はい、で胸からこのフックの針を出して、はい、戻った。はい、こんな感じで、今ざっといじくり回してるだけで結構ちょっと今回のパワーアップしたところ、分かっちゃったんですけども、裏に結構事細かにですね説明書きがあるんで、早速ちょっと読んで研究していきたいと思います。ベビーステルス睡魔130は今活独自のボディ内部完全格納式ステルスフックシステムを採用した、ボディ外部にフックを持たない画期的なパーフェクトスナックレススイムベイトです。ボディ内に、磁石格納固定された飛び出し式ストレスフックはバスがバイトし、ラインにテンションが強くかかることで中空構造のボディがたわみ、その復元力によるバネ効果とテコの原理を応用した可動式ジグヘッドの相乗効果で、背中のスリットより瞬時に大型フックが飛び出し、ビッグバスのアホを貫きます。ステルスフックシステムは愛がボディ最先端部に位置し、ストレートにフックポイントに力が伝わる構造です。これによってブチやウィードの抜群なすり抜け効果と、オフセットフックのテキサススタイルよりも、貫通抵抗が少なく確実なフッキングを実現しています。同時にフックが外部に存在しないことでバスの視覚的警戒心を和らげる効果があります。ベビーステルス睡魔130は新たにフッ素コート仕様のディープゲーブ特殊フックを採用、フリクション低減によるスコーピオンフックの飛び出しの良さとフッキング貫通力がさらにアップしています。ベビーステルススイマー130は強烈なフッキングやバスのファイトにもがっちり耐えられるノーズコイルスプリングが新たに装着されております。さらに、上部にジグヘッドのズレや飛び出しを防止しております。ライトウェイトジグヘッドとヘビーウェイトジグヘッド不足ということで、
ベビーストレススイマーには表層2メートルレンジ攻略用の高強度磁性ライトウェイトジグヘッド約 1g ウェイトボール入りと 2m から 4m レンジ攻略用のビスマス&タグステンボール製、フェコ認定ヘビーウェイト8/3オンスの2個のプレーリグドスタイルで同梱されています。それぞれのジグヘッドは、着脱可能で互換性があるので同じボディにお好みで入れ替え可能です。ジグヘッドの着脱時はボディの腹部が裂けないように内部水などで濡らし滑りを良くした状態で着脱をおすすめします、ということで、やはりですねこいつが超強力なフッ素加工ので特注のゲームの調整をしたスコーピオンフックって言うんですね、これビョーンと出てくる。いやこれ本当滑りがちょっと触っただけでいいので全然違います。あとここにやっぱりぶっ壊れないようにコイルが、内蔵されていると、ここら辺がオリジナルよりパワーアップしたところだよということで、じゃあオリジナルですね、オリジナルのやつも持ってるんで今持ってきてみます。はい、サイズ比較という親分こんな感じですね。こっちが160でこっちが130なんで結構ですねそんなに変わらないようで、やっぱり結構どう見たらいいのか、これで長さの違い分かりますかね。だいぶな、結構これですね自分去年オリジナルサイズ結構フローターとかでもかなり投げ込んでみたんですけど、実はまだ一匹も釣ってないんですよね。これ何回かですねバスがこうバコーって巨大なバスがオーバーハンドの下でモンドリ打ってくわえるのとか、結構な回数見たんですけども、実はまだ一匹も釣っておりません。結構関東ではなかなか苦戦しておりますよ。まあまあよっぽどすごいいいタイミングでいいところ入れれば釣れるんだと思うんですけど、まだちょっと苦戦している最中なので、そんな中でですねこの食べ頃のまあ13センチのミノーとかって結構よく使えますからね、関東でも。そういった意味でこの130っていうサイズになってくれたんで、だいぶ勇気が持てるんじゃないかななんていう風に思っております。オリジナルでもですねなんとか絶好のタイミングで投げて、今年はぜひ一匹釣りたいななんて思ってるんですけどね、まだまだなかなかいいタイミングで打ち込めてないのか、ステルススイマー童貞ということでございます。じゃあですね重さの方もそれぞれ測っておきたいと思います。ライトウェイトジグヘッドとヘビーウェイトジグヘッドっていうことで、このボディも足したら何グラムになるのかっていうことで、はい、ベビーステルススイマーのまずこちらがですね、ライトウェイト H じゃない方、これは何グラムでしょうか。26グラム、 26.1グラムですね。まあまあまあノーシンカーといってもものすごい重量感はあるんで結構ぶっ飛ばせるんじゃないかな、あとはオーバーハンドの下とかにスパパパって入れやすいんじゃないかな、およそ 26g。 じゃあですね今度こちらはヘビーウェイトの方ですね、 H ってついてる方、こちらは何 g でしょうか。およそ 32g、 だいぶ違いますね。遠くにぶっ飛ばすっていうよりはこうダムとかで立ち木とかに絡めながらズリ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 っていう感じで、使うんでしょうか。まだちょっと自分は使いどころがちゃんとよく分かっていないので、まあ、今年の研究課題の一つかななんていうふうに、考えております。これですねケースこの下のところを見たら中面を見よって虎の巻っていうのを裏側にものすごいなんかいろいろ書いてあるので、ちょっとこちらの方もいろいろ読んでいきたいと思います。
いろんな改造方法が書いてあるのかな。これまず着脱可能なメインフック、ライトウェイトヘッドは樹脂部分の可動式フックを固定しているピンの、片方先端部分を先を尖った金属でまっすぐ丁寧に押すことで着脱が可能です。これによって腹部にトリプルフックを使用したライトウェイトモデルにチューニングが可能です、ということで、ライトウェイトモデルのこの針のくっついてるところをそーっと取って、トリプルフック仕様にできるということですね。使用方法も書いてあります。7フィート前後のミディアムヘビー、エクストラヘビーアクションのベイトロッドにフロロライン13から16ポンドを推奨、基本は狙いたい水深に応じてライトウェイト、ヘビーウェイトともにカバーやウィード、ボトムロックに適度に接触させながらゆっくり一定速度で巻くだけです。フッキングはほとんどの場合頭から丸飲みしてくることが多いので、コンと来たら力強い側合わせで OK。 フックは外部にないため、喉奥まで飲み込まれる危険性があるので送り込まない方が無難です。またフックは外部にないためダートしやすく、ジャーキングでもヒラを打つような連続ダートを演出することも時として効果的です。ヘビーウェイトはヘビーカバーのど真ん中にラバー軸感覚で打ち込んだり、フットボールのように岩盤を階段落としで使っても効果的です。ベビーステルススイマーバランス簡単調整法ってのも書いてあります。ステルススイマーは、軟質樹脂製品のため成形時のわずかな収縮差によりまれにライトウェイトヘッドでのスイミング時にボディが斜めに傾いて泳いでしまうことがあります。テールの癖やボディの歪みでステルススイマーが斜めに傾いて泳ぐ場合、上を向いた側の胸びれ、ボディが、傾く反対側の胸びれに、傾き具合に応じて、96分の1から64分の1オンスのネイルシンカーを差し込むとバランス調整が簡単にできます。細めのネイルシンカーをヒレのなるべく外側に差し込むことでより軽いネイルシンカーでバランス調整できます。またステルススイマーが左右にふらつく場合は両方のヒレにネイルシンカーを差し込むと安定して泳ぎます。ポールの速度やレンジにほぼ影響はありません。ヘビーウェイトもしくはトリプルフック使用すれば、スイミング姿勢に影響はほぼなくなります、ということで、ストレススイマーのテールは絶妙な角度に設定されております。保管状態が悪くボディやテールに曲がった癖がついてしまうとまっすぐ泳がなくなりますので、できるだけ使用後は付属の専用ホルダーケースでの保管をお勧めします。ストレススイマーの顎の下、ここですね、フックアンカーがありますね。ここにクイックチェンジャーなどの進化を取り付けることで任意の重さにチューニングできます。ここですね、この胸びれのここの厚い、ここに傾いて泳ぐ場合はその傾いて泳ぐ逆側に重りを入れるとまっすぐになるよ。またどうしようもない癖ついちゃった場合は両方に重りぶち込んでもいいかもよっていうようなことが、書いてあるわけですね。それとですね、ライトウェイトトリプルフックチューン、ステルススイマーはソフトで丈夫な素材を使い、しかも中空構造のため他のスイムベイトにはない極めてしなやかなボディを持ちます。そのためライトウェイト仕様でトリプルフック仕様に変更すると他に類を見ない超デッドスローでも動くスイムベイトになります。方法はライトウェイト樹脂ヘッドのピンを抜き、メインフックを外してボディにセット、フックハンガーにスプリットリングとスイベルでトリプルフックの、3番から2番をつなぎます。腹部の磁石部分にかぶさった樹脂を丁寧に除去し、剥き出しにした磁石にフックを磁石セットすることも可能ですが、磁石後方部分にトリプルフックの1本を差し込み、腹部内部の磁石面に、磁着させるとハードのキャストでもフックがずれにくく最高のフッキング性能を発揮できます。注意、ライトウェイト樹脂ヘッドにはウェイトホールにウェイトが接着固定されております。このボールはラジオペンチやニッパーなどで挟んで樹脂ヘッドから取り外すことは可能ですが、取り外しに際して樹脂部分を激しく傷つけると破損の原因になりますので慎重に取り外してください。また取り外し時に怪我をしないように十分に気をつけてください。あとですね、フローティングサスペンドチューンというのが書いてありますね。ステルススイマーは中空構造のため簡単にフローティング仕様にチューニング可能です。トリプルフック仕様にした状態で背中の中空部分に高質スポンジ、市販のトリプルフックの箱に入っているスポンジ台等ですねを薄くカットして、挿入し、
上部のスリット部分をワーム接着剤もしくは瞬間接着剤で接着し閉じ込めます。簡単にフローティングチューンができますので、スポンジの量もしくはネイルシンカー等で浮力を調整し、サスペンドチューンも可能です。というわけでですね、今日はですね、こちら今活の新しく出たですね、ベビーステルススイマーのですね、これ130っていうサイズですね、こちらを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。